さバスも見送りましたけど、やっぱ乗り降りが結構いっぱいありましたでね、ということでやってきました神宮町小川前ということでね、まあ、バスで行くのでね、すっとこれこっちのバスやったら大丈夫でしたね。まあ一応2本ぐらいなんで、まあ、あでもこっちのやつも大丈夫やから、まあまあまあ一応数あるかね。ということで、さあ今日は320円だったらね、できたんでね、すんなりとすることができました。で、まあ1時前ね、12時半に来れたんでね、まだゆっくり見れるでしょ。こちらね、神宮初の初期の隠れ家、神宮彫刻ですね。明治42年からですね、すごい。ただ中はね、撮影禁止になってるらしいんで、外はこの辺りに添えてね、中見ていこうと。ここから行ったらいいの？ここから奥行ったらいいのかな？はい。ということでね、中拝観してきました。いやー、やっぱ立派ですね。すごく、見るところがいっぱいあるんで、ね、見応えも、すごくあって、いいところでございましたよ。いや、2階建てで、上もね、なんか、いろいろとありましたよ、ということで、まあ、下の方で、まあ、生い立ちでき、まあ、ね、そうそう、まあ、時系列順かな、基本的には、になっておって、で、一通り江戸時代、明治ぐらいまでのやつが終わると、戦後についてのね、後半が、いろいろと、案内がありますっていう感じでしたね。いろんな本当貴重な、展示物がいっぱいあったんでね、すごく見応えあっていいと思います。まだこの後、2つね、農業館と美術館ってものがあるらしいんで、美術館がなしだと500円で、美術館ありで全部回るやつだと700円ってことなので、まあ、700円でしたらね、全然見応えあっていいんじゃないかなと思います。中はね、写真でよく撮ってありますけど、まあ、動画撮影とか基本的にダメで、ね、一部OK ですよってなってるところはね、撮影 OK でしたけど、基本的には中は、撮影もダメですし、ペンとかでメモとか撮影するのもダメですよっていう風になってたんで、そこのところだけはね、気をつけましょうということですね。で、これが農業館？美術館がこっちで、まあ、美術館から見てたらいいか。さあ、見てきましたけど、やはり美術館でね、私普段ね、全然博物館はね、まあちょいちょい行くことあるんですけど、美術館って本当に行くことなかったんで、いや新鮮でしたね。本当にね、行くとしたら夢丸美術館さんぐらいっていうね、人だったんであれですけど、それちょっと面白いのが、その先のところは四季桜になってるんで、桜の芽がちょっと咲いてるんですね。紅葉も見えるんで面白いな。でこっちが農業館らしいですね。さあ、ということで巻いてきました。ああ、そう、神宮彫刻館とね、全部見てきて、いや、素敵なところでした。というところなんですけど、あれなんですね。おかげバス1時間に1本ぐらいらしいですけど、だと中まで入っててくれるみたいですね。で、今バスが行ったな。よし、歩きましょうか。まあまあ、五十鈴川駅までだったらそんな遠くないみたいなんで、それ実際と思う。でね、彫刻館、農業館、美術館も見てきました。で、本当綺麗な建物で、彫刻館、農業館は古い建物、ね、特に彫刻館はかなり歴史ある建物。明治のやつをもう一回ちょっと戦後、戦災で受けたんで直したみたいですけど、で、大和姫の宮っていう、お宮さんも、ね、別具があったんで、行ってきましたよと。で、今がここですね。で、この前ね、五十鈴川から五十鈴川までこうやって歩いた距離ですから、それと比べたら、ね、だいぶ近いし、まあ、この距離やったら行けんことはないんじゃないですかね。ということで、行ってみようかな。いや、五十鈴川の方が近そうやな。よし、じゃあ五十鈴川から行きましょうか。
歩いた道のりはほぼほぼ前回と変わらんからね、行けるでしょう。この道路ですけどね。いやでもね、陸のところもちょっとショート用の動画撮りましたけど、本当ね、あのお伊勢さんのね中の方はすごい混んでましたけど、こんな塩梅でね、ちょっとワイプで出しておきましょうか。ショートで撮った動画はね、本当ちょっとね奥に来るとこんな感じですごく落ち着いた空気をね楽しむことができるのもお伊勢さんの魅力ですよね。広いですからね。で、美術館とかもね本当に、素敵なところで、あ、道中でちょっとね、外のところでね、出て軽く乾燥を入れたのが、ポンポンと間に入ってると思いますけど、いやー良かったですね。これは一度来てねあれするのが、特に彫刻館のねその、歴史とかそういうのがねちゃんと、時系列でね、分かりやすく、貴重な資料とともに展示されているの、これは見応えありますね。ぜひ700円やったら全然お得だと思います。ぜひお越しいただいたんじゃないでしょうか。よし、だけどちょっと腹減ったな。そういえば結局何も食ってないですもんね。ちょっとつまみ食いしただけで、あ、そっか、こっちの通りだとイオンはちょっと遠いのか。よっしゃな。まあ何やかんやでいい感じの工程になりましたね。よっしゃ、こっちは普通の水ですね。あ、コンビラあるんだ。コンビラで休みできてもいいけど、コンビラ混んでんな。まあ満車か。これは混んでるな。お一人様利用は控えた方が良さそうですね。こっちの交差点の方は向こうの通りと違ってだいぶ歩きやすいですね。前ね、それの23号の方を歩いた時はまあしんどいところでしたもんね。もうシルクロードがありますね。日曜日はやるけど土曜日は休みないんだ。この喫茶店の感じですね。こう、ああいうところにぼっちでも入れる人間になりたいですね。さすがにちょっと2人とかだったら入ろう入ろうとなるんですけどね。今日は電池の持ちがいいですね。実は今回から電池は買い足してあるんですよね。今まで4個のバッテリーでね回してたんですけど、2個足してね6個にして、今度ね、ちょっと大型企画ね、一応年末年始に取りに行く予定がありますから、ちょっとね、バッテリーを増強しました。で、補充、チャージャーもね、1台追加で買ったんで、まあ、これでどれぐらい充電してね、長丁場対応できるかっていう感じですね。特にうちの場合は結構回す時間は長いですからね。普通こういうところ来られへんもんね。でもどうなんだろう、 YouTuber さんによってはとりあえずカメラ回すっていうねところあったりするからな。さてと、まあすんなりと、あれは伊豆川で折り返してくれ、あれかな、急行かな、大阪上本町行きかな、上でここから切ろう。まあとりあえずこれで猿田彦神社と神宮彫刻館ねクリアってことで、これで、伊勢市駅構内になる名所案内は完全制覇達成。これはもう初心者も言いますね、大丈夫ですね。宇方駅のかなり怪しいですけどね、怪しいというか本当もう全然行けてないところもあるからというか、怪しくも何ともないか。伊豆川から出る電車を確認して、
中で買えるかどうするかちょっと悩みどころですね。急行だったらまさかで一回ね、車を降りて駅弁買うっていう手段もありますからね。よし、それもちょっと選択肢に入れておきましょう。